ースにさくらくんの息の根を止めることができるんです。そのためならサマスは全部の力も利用するんです。悪魔に魂を売るんです。絶無の力を利用する。面倒なことになったな。エンターテイナーの創造物、同じエンターテイナーの創造物なら殺せる。はるかさんの世界で親衛隊たちを操っていたのはこのためのテストですか？再生するはず。あとはこの場面が正常に動き出せば。僕が不老不死の技術を。それで、ねえドクロちゃん、でもなんで僕が不老不死の技術を開発したって聞いちゃダメなの？それにさっき見た映像とは関係ないような。それは不老不死の技術が、不老不死の技術が、さくらくんがロリコンの世界を作るための研究中に偶然にできちゃった技術だからです。あの子、なんとかして。ねえねえ、ここはどこなの？僕、早くお家に帰りたいよ。ほら、これをやるから泣き止むんだ。
ドール、なんでそんなものを。はい、じゃあみんなにも敏感サラリーマンソーセージをおすそ分けだよ。食べちゃダメ。じゃあみんなのお手伝いをすれば元の世界に。簡単に言えばそういうことね。嘘、さくらくんこっちに来てるの。だったら一緒に混ぜてあげなきゃ。きっとさくらくんいじけて泣いちゃう。彼女には言葉での説得は効果がなさそうですし、いざとなったら強引に連れていく。で、次はどこへ連れて行ってくれるんですか。次はここ。そのタイトルだけだと中身が想像しにくい世界かもね。また私が読み返しておくから、あんたは準備してきなさいよ。その気持ちの悪い名前で呼ぶのはやめてもらえませんか。うわぁ、トウモトマロが喋った。しばらく会わないうちにこんなに立派になるなんて、すごいね、トウモトマロ。僕、お腹を痛めて産んだ甲斐があったよ。いい加減にしてください。私はあなたに産んでもらった覚えもありませんし、そんな気持ちの悪い名前でもありません。なんてこと言うんだよ、トウモトマロ。僕、悲しいよ。そんな分からず屋のトウモトマロなんて、南極にでも置き去りにされてくればいいんだよ。